このビデオでは CS プラス 4cc のプロジェクトを eSquare Studio へインポートする方法を紹介します。CS プラス 4cc でプロジェクトを保存すると CS プラスのプロジェクトと同じフォルダにプロジェクト名 .rcpe ファイルが出力されます。eSquare Studio へのインポートはこのルネサス共通プロジェクトの rcpe ファイルを使用します。まず eSquare Studio のインポートメニューで イインポートダイアログを開きます一般のルネサス CCRXCCRL および CCRHCS プラスプロジェクトを選択して次へボタンをクリックしますファイルの選択欄で CS プラスの RCPE ファイルを指定しますデバッグハードウェア欄でデバッグに使うハードウェアを選択します終了ボタンをクリックすると e スクエアスタジオへインポートされますインポートされるのはファイル構成やビルドオプション設定です一部引き継がれない設定があるのでインポート後の設定を確認してくださいまたデバッグする場合は別途デバッグコンフィグレーションの設定を行ってください詳しくはこのビデオの説明欄に記載の url を参照してください